こんにちは、こんばんは。マスアーです。ニュースユンタクの時間となりました。ノカトの編集でお送りしています。はい、今日は母の日ですね。5月の14日ですね。ニュースユンタク、ほとんど回帰がなくなっていますけどはい、 ま主週の初めですね、私、クリスチャン、日曜日、死の日をスタートとしますね。そういう、最近はカレンダーが日曜日のスタート、だいぶ最近は月曜日スタートが多くなりましたけど、日曜日スタートですね、振り返って先週の昨夜、土曜日ですね、 いつも拝聴しています、えー、新防衛研究チャンネルさんと、えー、拝聴する予定がそのまま、えー、少し仕事疲れもあって、えー、30分ぐらいよくなってそれから拝聴しようかと思ったらそのまま寝てしまったですね、えー、昨日拝聴していません、えー、1週間振り返って、えー、ということで、えー、クラン情勢ですねまだまだあ厳しいですね、えー、だいぶまあバックムットは 上の、えー、クッピンスク、えー、あとス,バスバトバあ、クレミンナ、セベノドネクス、えーえー、以前のような反転攻勢はの、まあ、望まれないですね。 ウクライナの兵士が命がかかっていますので、そんな無,無謀な攻撃もできないということですね、えー、まその辺はちょっといろいろと情報戦もありますけど、局地的に、えー、ま威力偵察、また予備作戦ですね、えー、まあ、このハルキウですね、以前、えー、イジュム、ディマ。 まだまだ、えー、クレミーナは行けませんで、ね、スバトバも行けませんねセベネドネクスも、えー、まあ去年、あのー、これはル,ルクアンシ,シクのシュートですかね、えー、セ,ベセベネドネクスも、えーまあ、撤退したですね、えー、は3か所橋が落とされて、えー、だいぶっ、えー、粘ったですけどウクライナ軍もだいぶ。えーえー 犠牲を出し,出してますね、えーまあ、そ,そのとあと,あとヘルソンの西,西側は解放したですねなかなかまだ厳しい、えー、旧のこのもう始まって1年以上経ちますね、えーまあ、電気もついたり消えたりですねはいそんな感じで、えー、毎週間、えー、まあ、えー、振り返りじゃないですけど、えー、判定 構成ですね、えーま、23日前かなイギリスの国防大臣も、えー、その 2, 250キロのストームチャレンジャーかな、えーえー、巡航ミサイルミサイルも供与を、えー、決めてますね、えー、その F16 じゃなくてミグ2十億にも装備が、えー、回収し,してるみたいでついにまあしましたということを声明してますね。えー 航空優勢がじゃないと厳しいですね。えー、ワグネルの,のプ,レゼンプ,リプリコジンもバックムットでしないしてますけど、ウクライナも頑張ってますね。えー、上と下で、えー、逆に逆包囲をするじゃないかという、えー、ウクライナの、まあ、い勢,い勢いというか、そうですね、えー。頑張ってほしいですね。それぞれぞ マリンカ、ザポリウ州、アウディリカもウクライナ軍、ね、粘,り粘ってますね、まだまだ。えー、厳しいですけど、えー、反転攻勢、えーまえーま、ウクライナも、まえー、その、ま、犠牲は伴いますねあ。相手の兵力の5倍とよく、ジョネンツカサの チャンネルのニュースのトラガンに出演している元東部方面の総監ですかね渡辺陸将もいますけど、えー、相手の戦力の5倍以上ですねそういうことで、えー、まだまだ厳しいバッ、えー、幕府トは約もう9割、えー、挽回してていますけど、えー、9割ぐらいは占領されましたけどまあ退いて退いてその相手の戦、まああ ワグネルまた正規軍ですね空挺部隊削るということで、えー、だいぶ北と北と南で押し返えてますの逆方位ですね、えー、頑張ってほしいですね、えー、このニュース、えー、チャンネルウクライナ平和またウクライナの完全な試験の回復をおまたウクライナからロシア軍の撤退を、えー、クリミア半島も もちろんですね、えー、その射程250キロ、またドローンによって、えー、クレミア大橋もターゲットして、クレミア半島の孤立化ですね、あとマリポリかアゾフ海抜けたらあ、えー、陸の交通路が遮断するということで、えー、選挙研究所の高橋杉雄さんもそう言ってましたけど、陸の補給路を遮断することですね。はいえー まだまだ前回に、まあ、ウクライナ、そのゼレンスキー大統領はじめもうその前回みたいなハルキフまたはヘルソン西側の解放みたいに大きな戦果は、えー、そんなに期待はできないけど、えー、反転攻勢頑張ってほしいですね。はいい、えー、選手振り返ってそういうことで。 まあ情報統制もありますので、なかなか、えー、しませんけど、えー、いつも配置しています。新防衛研究チャンネル、登山 TV さ、ん、また、えー、ネット大衆誌ブルーカラさんああ常年のつかさんあ、チャンネル、ニュースのトラガー、いろいろ、えー、各視点の得意分野で、えー アップしてますね私もそれもなるべく、えー、参考にしながら、えー、ニュースを読んだくしています。えー、今週1週間振り返って、国内においては、えー、いろいろと事件がありますね。えー、もういろいろと、うん、陸上のヘリの墜落、まあ、岸田総理の和歌山の 主事件今度 G7 ですね、サミット広島で行いますね。新潟における財務省会議が終わったですね。G7 広島ですね。あと、いろいろと中国、ロシア、また国際税、東山 TV も国際整備ですね。昨日夕方、17日出発予定と言ってましたですね。19日開催されるバイデン大統領をですね。G7 にアメリカの,その借金の,その上限のとことで。 党共和党とのこれも会議長かなインナートップかねえということで、えー、もしかしたらバイデン大統領が法律できずにオンラインでの出席かと言ってましたけど、昨日、チらっとニュースで、えー、17日出発する予定とということで、えーえー、アメリカも国内情勢がありますね、えー。いろいろそういうニュース。えーまあ、天皇陛下、これは天皇皇后皇后 ですかね、春の叙勲があって雨の中。 傘を刺してもそういうことですね。いろいろニュース盛りだくさんですね。ニュース豊うく。このセーブル姿で、えー、クリスチャンですね。11時間礼拝において、えー、今日は司会のご報酬がありまして、えー、週法を開けるまで母の日でしたですね。まあ、私の母も亡くなってますけど、えー、イエス様信死ることできませんでしたけど、残念ですけど、まあ、今日の母の日、えー。1週間振り返って、まあ、1週間スタートしますとね。なかなか思うようにいけませんけど、ウクライナ情勢また ニュース、えー、宝石店の,その銀座の若者より高校生高校3年生を含むいろいろ事件が、えー、悲しい事件等ありますけど主にウクライナ情勢、えー、ロシアに。えー エコあれっことですす。ね。はい、い、えー、お送りしていますマスアートです、えー、このようなセーブル姿が普段は、えー、日曜日ですね。今週初めて、えー、1週間振り返ってですけど、えー、ウクライナ頑張ってほしいですね。ウクライナのエコーアレ。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。マサートでしたあ。仕上げです。パッションプレゼン、シャロム、シャロム。